ああまだエクセルゼータ星に連れ去られたまんま長いですねなんか解放をまだしてもらってないのか日月陽子が不在でございますよっぽど何かやらかしたねあの女そうですねちょっといよいよやばいんじゃないですかねこれ大体ねはいディレクターの佐々木くんだとか、はい、カンちゃんにも言うた通り、はい、怪談番組に宇宙人はどうかなと。 てたでしょ確かにね,ね<え>お前と関係があると言われるのちょっと迷惑なんだけれどもと宇宙会議が何かにかかっていん、議題に上がったかなんかしてなんかさもう結構大ごとでどうしますもう裁判みたいなんとかになってたらうんしかし実際にね、うん、あのアブダクションされている状況を考えるとですねそうっすねほらこ,これはいや番組にとっては朗報なのかな いずれにせよ、こってり絞られてる頃だとは思いますけどね。無事の期間を願いながらですね、我々でサクサクと。そうですね。今週もですねお便りの紹介からいかせていただきます。お便りたくさんありがとうございます。ラジオネームクソムシペダルさん。なかなかね。危ないハンドルネームやな。ラジオネームやな。パンチの効いたお名前で。私の体験談を聞いてください。 私は何か霊的なものを見たということは一度もありませんがよく変な音を耳にします、うん、その中でも一番印象的な体験をお話しします、うん、私が小学生の時、うん、両親は共働きなので、うん、まだ小学校入学前の妹と二人きりで夕食を済ませ、うん、子供部屋にいました、うん、子供部屋で妹と夕食の時に見た心霊番組の感想を言い合ううちに、うん 本当に怖くなってきてしまいリビングに行って何か楽しいテレビでも見ようということになりましたしかし一歩廊下に出ると思ったより真っ暗な廊下が恐ろしく先を歩いていた私の少し後ろで妹がやっぱり行きたくないと立ち止まってしまいましたそこで行くの行かないのと二人で押し問答をしていると突然二人の間の空間から 何かが弾けたようなバーンという大きな音が鳴りました、うん、足元の方で鳴ったようでしたが、うん、当然廊下には何の変化もありません、うん、猛ダッシュで子供部屋に戻り、うん、二人で抱き合って、うん、泣きながら母親の帰りを待ちました、うん、怖かったですね、うん、子供部屋は玄関から一番近いため、うん、母親が帰ってきたなら玄関に近づいてくる足音や鍵を開ける音 ドアの、えー、開閉音はよく聞こえます2、うん、二人とも耳をそば立ててそれを待っていました、うん、しかしそれらの音が全く聞こえないうちに、うん、突然子供部屋の扉が開きました、うん、息が止まるほど驚きました、うん、しかしそこにいたのは買い物袋を下げた母親、うん、その瞬間当時の私たちは安心感から全てどうでもよくなってしまったのですが、うん、今思えば あれは音が聞こえなくなるタイプの会だったのかなと思います変な音が聞こえるタイプと会はこれより怖いのもたくさんありましたが、うん、聞こえなくなるタイプはこれしか経験がなく印象的だったので投稿しました、うん、というね内容なんですけどなるほど音が聞こえたという体験と <laughs>、はい、音が聞こえなかったという体験 そうですね、お母さんの帰ってくる音が聞こえなかったといううんあの、うん、音の貝は大概音が異なだけであの、うん、音のする原因というのはあの何かしらあるものなんですよ。うん結構あの特に日本家屋というのはあの普段から聞こえているのですがあの大概の原因はあの湿度だとかはいパイプ絡みのことがあの いわゆるその配管関係の,あの問題原因で音がすることが多かったりするのが普段は聞いているんだけれどもまあ聞かないように聞こえない形で気がつかないのがあのね特にあのこう怖くてビクビクしていると日頃は無視している音がよりはっきり聞こえるのでという場合がおおむね多かったりするんですよ気になった時に気になるのであって気にしてない時には何の気にもならないという場合が多く逆に これは怖いいものだとと思っててガガタガタ震えていると、うん、今度はそのような音を聞きたくないから余計な音を遮断するので、うん、いわゆる怖がってることの方がメインだったり2人で怖くないように会話をして互いの声を聞き合うことによって安全を確認し合うことがメインでいつも聞こえてる音を逆に遮断してる場合が多くございます。確かに かにそれは言えますね、うん、帰ってきてほしいなガラガチャガチャガラガラガラ「ただいまー」っていう声が聞きたいから、あのーねあのー、耳立てている、はい、体が出来上がっているから小さな音がより大きく、はい、今度はあんな音は二度と聞きたくないからというのでシャッターを下ろしているので、はいあのー、今度は聞こえてほしい音が聞こえなかったなどということが心理的にはありがちなんですが、はい、お母さんが帰って。 ってくるのを、あのー、今やお年と回っている時にカチャカチャっていう玄関の音が聞こえないガラガラという音が聞こえない、はいあのー、カッカッとこう靴を揃えて脱ぐ音が聞こえず、はい、ど,んど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 んと廊下を歩いてやってくる音も聞こえず突然ガラッと開いて「ただいま」とお母さんが帰ってくるまで何も聞こえなかった。はい、事例としてはね 変なものが聞こえるよりも聞こえるべきものが聞こえなかったという方がちょっと珍しいですね、うん、心理的な話を、ね、があった上でのことで、うん、あえて話してますがだその前のこのバーンっていうのはまあそのいわ,いわゆるこうラップオンと言われるうん。 ことなんでしょうかね。大きく分類される中のは、まあ、どうなんですかね？そういう風うにあの呼ばれるのは簡単ですが、先,、うん、先ほども申し上げました。通り、うん、あの音というのは意外になっ。てるんです。あの試しに録音レできる？レコーダーであの撮ってみる。 と、はい、誰もいないところでというか自分がす,あのすぐそばにいるところで、うん、あのこんなに音が鳴っているのかというのは意外に取れたりするもんですでそれは取れて撮れてることがすごいのではなくて取、うん、れるほどの音が鳴っているにもかかわらず全然気にしてない聞こえてなかったかと思ってたなどということというのは意外に大きいことは多いんですあの何がちょっと気になるのかというと あの音の性質が文字ではわからないので、はい、音があの家の中では聞こえるはずがないという音であるという確証に近いものがちょっとわからないうん家の中であの家の中でこっそりと聞こえるというこっそりでもないか家の中で聞こえるという種の音以外のものが聞こえているのならば、はい、例えば、はい、人の確実な声。はいうん もちろんそれよりも、あのー、人のまあその例えばでしょ会話といえばいいですかあのただの声だけだと「ちょっとおかわり」みたいなような声が聞こえてくるんだったら、うん、下や横あるいは上からの家の声が漏れ伝わってくるのかななどというふうにまあまあ思うんでもないけれども、はい、というとこですが、はい、日頃耳にしたことのない声だとか、はいあのー、日頃ここまではっきり聞こえないであろうという声が 突然、はい、おいと聞こえてくるこんな声の人しかもこんな大きくうちで聞こえるはずがないのにというのがあるとなかなかこんなものはあの板がきしもうが、あのー、窓枠があのゆがもうが、まあ、聞こえようがおそらくないでしょっていうのが聞こえてくれると怪異なんですが本人が怖いと思ってるその音声の性質がさっぱりわからないと、あのー、なかなか言いづらかったりしますよね。 な確かに何かが弾けたような音っていう表現ですねでしょお便りでははけることぐらいはあるのかなと思ったりします。あのー、普通皆さんもご経験あると思うんですけども、うん、テレビを見ていて「はい、ちょっと!」などと言われて「えっ?」ていうに「さっきから呼んでんのに返事もせんとどないしたん?」 などとということあるんじゃなない夢中になりりりすすすぎて,いてあありますありまま、うんあのー、ねすどうやら3回も4回も呼ばれていたらしいけれども、うん、すぐそばに近寄ってあの怒られた時に初めて分かるみたいな、うん、え,よえ呼んでたっていうこと、うん、割とあると思うんですけどそれぐらいそのいわ耳が思考性を持ってこの音だけ拾うのだと決めつけてかかっていたりすると、うん、あのー。 聞こえてはいるのかもわからないけども意識してあの捉えていないという場合がおおむねどなたでもあるのでこれがの,あのいわゆる逆バージョンが日頃小さくて聞こえないはずの音というものが、うん、あのものすごく大きく聞こえたかのように捉えるということないとは言えないですが、まあ、そあのどうしてそれを気にしているのかというと、うん、あの音だけのものを階段と日程することを特によしとはしてないから。 ですね、よほど変わ,変わったことでもない限りなので音の回で、あのー、とても気にしているのは声,声、うん、音声人間の,あの声というもの、はい、誰に向かって言ってるの、うん、っていうような、あのー、感じのものは注意してあの話も聞けば、あのー、本にも書いたりしてるんですがね。はいえー 京都ででアパートを探ししてる時でしたかねあのー、とある方が、はい、大学に合格して京都で下宿を探すために、はい、お母さんと一緒に、あのー、不動産屋と一緒に下宿回りをしてたうん、うん、<laughs> 内覧してる時にちょうどね、あのー、特徴が窓の向こうに鳥居が見えたというふうにおっしゃってました。はい鳥居ねはい ああええー、床やないの日当たりもええし、うん、みたいなことをお母さんが言,言ってるっていう,うに「うん、ああここいいかもね」と思いながら部屋の中をこう見て回っててお母さんは不動産屋の説明聞きながら前歩いてる前行ってるんですよえ「こちらはですね」っていうのをついてってるあおっとあの部屋の中で遅れを取ってしまうと思った時に「やめた方がええよ」 女の人が聞こえの声が、うんうん、すぐそばで聞こえたってもう耳元ぐらいでお母さんお母さんじゃなくてやめたわけで後ろからあれ後ろからと思って振り返った誰もいないで前を見るとお母さんと後藤さんが、えー「この戸棚はですね」っていうふうに戸棚明開け,け閉めして,てあそっか前におるんお母さんまでは、ねうん、て気のせいかと思ってあのー、ちょっと早歩きでお母さんのところに近づいた時に「はい」 説明を受けてるお,お母さんが急にバッと自分のほうを振り返って<っ>自分の,僕あの本人の顔を見ながらはってと首をひねって、うん、お母さんどうしたのかなと思いながらあの3人くっついて、えーでえー、こちらの方にですね、えーま、風呂とトイレがみたいなことでもあったんですかね、ま、こちらの方に。 という,ふうにあの説明し,しながら不動産屋さんが前にいた時に突然バッと振り返って自分たちを見たってう、うんえー「次行きましょうか」えあのあの「次の物件ちょっと離れてますけれどもあのそこもなかなかあのよろしゅうございますので」っていうので「えー、あはいはいと」とこう車に乗って、うん、別な物件を探しに行く途中。はい 自分の聞いた声も不思議だったけれどもお母さんが突然自分の方を説明を聞いている最中に自分の方を突然振り返ったのも気にかかる、うん、ねえねえ母さん」とその話をやろう不動産前運転してる時に聞こえない感じで「ねえねえお母さんあのさ」と聞こうと思った瞬間に女の声でしょ 黙っときと言わんばかりの顔で女の声でしょあお母さんが振り返ったのは自分は聞こえなかったけれどもお母さんの耳にはここやめといた方がええよ、ま、実際終わった後にね不動産屋さんから帰るときにあの家はやめといてよかったね決めんでよかったねって自分にも声が聞こえてお母さんにも声が聞こえたけど多分説明の途中で不動産屋が急にワッと振り返って だほな次行きましょうかと言われたの多分不動産屋も聞いたんだとん思いますっていう,うに、うん、突然それぞれが一回後ろを振り返ったリアクションが一緒ですね聞こえたのも不思議ですけれども、うん、聞こえなかったのも不思議と言える前を歩く2人にはそれぞれに聞こえていて<ー>まるでね一人一人に声かけてて他の人には用がない他の人には聞こえなくても構わないと 言わんばかりにだからね「やめといた方がええよ」と聞いたのはこの母っ子かもしれないけども、うん、もしひょっとして聞いてないだけですが、うん、というか聞けなかったんですが、うんはい、不動産屋さんは別なことを聞いてるかもしれませんね。やめときみたいなことを言われてるのかもしれない。うーんうん、あのー それぞれにそれぞれしか聞こえなかったのであの何とも言えないですけれどもこの階段体験談の流れで言うと同じ言葉をハンデついたように聞いたというふうに取れますがハンデついたように何も聞こえなかったという話と2つ通りがまあ、混ざっているのとそれぞれが本当に正確に同じ声を聞いたのかどうかわからないそうですねうんですがこの話を本に書いたのは音と ではなく、はい、声だったからに他ならないですね。やめといた方がいいよ。うん、こういう話がね、あのー、よくあるあの友人がね、あのこ、ー、東京の話ですけども、はいはいはい。一人暮らしで、えー、下宿している時、うん、まあ、まあ、アパート住まいというやつですか。はい。なんのことはない日常のひと困って、ね。うん うっかりここんなと「ああしんどいなもう死にたいわ」「<laughs> じゃあ一緒に」っていう女の人の声聞こえて「え<ぁ>ん何今の声?<ぁ>」というふうに思ったっていう,うには<ぁ>い「いや木原ほんまに軽々しく妙なことは口走るもんじゃないな」などというふうにね。 あのー、この音何なんかなんか聞こえましたねいや<ん>何か物を叩いてる音が聞こえない音声には入ってないなんかポコポコ叩いてるうん僕さっきからね、うんあのー、ドアが開いて誰かが入ってくるのかなとあでもね木原さんに言われて気がついたかな拙者も、うん、なんでしょうねあの何あの天井裏を歩いてるというか壁の向こう誰かが。 あの動き回ってる音と言えばいいのか。なんかそんな感じですよね。なんかドアのガチャっていうのともまたちょっと違うのかな。ポッコンドいや最初はねあの、えー、ラジオ聞いてる方はお分かりいただけないと思うんですけども、うん、あの録、ー、音のブースに入ってるのでブースのドアってガッチャンというな<ー>大きなレバーを引かなければ開かないんですがこれををやる時のねにか いい音が今,今石誰かか入ってきたのかなというガラスの向こうに誰か、ままま、音聞こえるはずないんですけど、うん、この聞こえるはずのないところにもかかわらず聞こえたとしたらこんな音が聞こえるかのようなガチャというような音のようなものがね時々入ってくるので、えー、すいませんあの音声に記録されていないのならいいんですがヘッドホンから聞聞ここええるんですよ聞こえます、ね、いやしかも音に関する話をしている時のねこのタイムリーさ。 これは2人とも聞いてましたけどね階段をなすものですので決してその場ででたらめの話を作り上げて喋ってるものではないんですが気になってしょうがないなというふうに、えー、まあいいですまあ音,音,音という回はあんまりともかくな,のなるべくきっかけとして、あのー、あれおかしいなと思うきっかけとしてはあのー、ふんふんとあの本に書くことは あっても、うん、跡があるから書くのであって。はい。え、ですが、あの、音だけということよりも、人間の耳というのは、結構都合よくできていたり、都合悪く、あの、捉えたりということと同時に、人間の考えというのは、<ー>都合よく解釈して、都合のいいように答えを導き出すということが、あの、ままある、多々あるということだったりしますからね。うん、あの、人間の音声からしてみても、うん、あの、 思わぬあの声が出せて「えあれお前の声やったん?」みたいなことがあのあったりしますからねはい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 、はい、ちょうどものまねなんかがそうですねこあのものまねって言えばちょっと聞いたんですけど木原、うんうん、さん、うん、目玉の親父のものまねがちょっと得意だって聞いたんですけどうーんそうじゃの <laughs> そんな話どこから聞いたのじゃ <laughs> おいきたろ <laughs> はい、これは一体どこから聞いたのじゃいやあのですねちょっとあのー、この局内のちょっとあの関係者の方からなんとなく聞いたんですけれどもおかしいのそんな話が漏れるわけはないのだがいやでもこれ言ったらなんかえ,えなんでってちょっと言うかと思ったらまさかいきなりやってくれるとは思わなかったんでやってくれるとはなんじゃ <laughs> ではないか似てるすげえ <laughs>、うん、マジすかうわどうすけベターボトおやじがマジすかってすごいなんか砕けた感じで、うん、番組の放送が変わるからこれをいつまでも続けるのは辛いの <laughs> お父さんありがとうございます、うん、いやこれ財布されるんですかねいやーびっくりしましたほんま似てますねそんな似てるいやそっくりですよもうこのヘッドホンからもう直接届くこの 音声もう目玉の親父と番組やってるかと思ったいや北郎に第六期があったらぜひ私をね目玉親父の役に田野中勲さんの代わりと言ってはもうすごく申し訳ない気分なんですけれども、えー、ぜひともですね、えー、エントリーしたいという番組ではないんですよむ <laughs> っかりと調子乗りましたがいやもし採用されたらで、ね、こちらとしても鼻が高いですよ、うん、そうですね まあ、いろいろな声が出せないようではなかなか怪談というのは難しいですから素晴らしい、うん、一人であの複数の役をね、うん、こう表現されたりですとか、うん、まさかこのまま番組が終わるのではないかなという流れになりつつあるんですけれども時間的には余計なことで、えー、時間潰してお題をもらうのを忘れていましたが音声の話だけでもここまで膨らんだら怪、まあ、談番組としてはちょっと助かるかな 音の話というものの、うんあのー、多分募集をかけると、うん、限りなく活字で書かれたあの音だけ会談がたくさんやってくるので採用はしづらいですからこういうバーンとかとかかかですかね、うん、あの何らか先の展開がある会談の体験の冒頭にあるのは歓迎なんですが「うん、音を聞きました終わり」という範疇のものというのは。 あのなかなか採用することが難しいので、うん、あのなぜ採用することが難しいのかというお話ができただけでもこの一回価値があったかもそうですね、うん、皆さんもそういった音に関する体験がある方は今一度自分の中でよく考えてみてはいかがかなということで、はいはい、さあ、えー、貴重なね今日もお話を聞けたんですが、うんえー、番組を終わる前にそうですね一つの告知の方ですね。うん 11月23日、月曜祝日、うんはい、以前にですね、イベントで拙者とキャ原さんご一緒させていただきました、はいえー、ナンバーのみそのビルにあります、えー、ライブカフェバープラセボというお店で、プラセボで、はいえー、私がトークをします、はいえー。タイトル忘れましたけれども、サブカルチャーのお話をすると思います。私のサブカルチャー、まあ、階段 番組やってる以上、はい、階段もサブカルのブチに入るのかなと思わんでもないですがもちろん階段の話も、はいえー、すると思いますが幅広くあのー、アニメの話をしてみたり何が飛び出すかわからないんですが実際のところ、はいあのー、ディープなお話話しますすよ私の話面白いですからねここにですね、うんあのー、タイトル出てるんですけれども「うん、木原博勝トークライブ階段だけと思うなよ!うん」。 うんどっかで聞いたことのあるようなタイトルみたいですけども階段だけと思うなよもうまさに読んで字のごとく、うんえー、この内容もういろんなところに飛び回ってどこに落ち着くかわからないそういった は、感覚がひしひしと伝わってきます。ノンジャンルで喋っていいんだったら何時間でも喋るつもりですけれども、今回はオールナイトではないので。そうですね。一応、19時半スタートとさせていただいておりまして。あとは終電ギリギリまで。そうですね。皆さんお時間の許す限り。許す限り。ゲストに拙者もですね、ご一緒させていただきますし。い方よろしくね。よろしく。料金はお一人様2000円で、プラスワンオーダーとなっております。損はさせません。10月1日よりですね、予約名 もええ開始受付開始されているようですので詳しくはプラセボで検索をはいライブ＆カフェバープラセボで検索をよろしくお願いいたします行くぞみそのビル行くぞここで緊急お知らせでございます十一月の二十二日の日曜日神戸北のゾービルの地下アクアにありますライブバーによって生怖い水曜日を行います。 時間は23時から会場、24時からスタートでございます。夜が明けるまで生トークをこの水曜日のパーソナリティ3人でお届けいたします。詳しくは日月陽子ひらがなでつにてん,てんでございます。日月陽子のホームページチェックしてください。